ゴーカーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。いつもゴーカーチャンネルでは新型車の解説もしくは市場のインプレッションを行っていますけれども、まあ、今回ですね、新しくホワイトハウスの各お店のご紹介もしたいというふうに感じています。ぜひ視聴者の方が気軽にお店にお越しいただければなということで、まあ、お店の印象もしくはスタッフなどをご覧いただいて、そのお店の魅力を感じていただきたいというふうに思っております。第1回に取り上げますのは DS ストア名古屋です。DS というのはシトロエンのプレミアムブランドとして独立したんですけれども、ここのお店は実は東京大阪よりも一足先にですね、名古屋でオープンしたという新しい DS のお店です。ここからは DS ストア名古屋の店長である池田さんにお話を伺おうと思います。池田さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。DS つい先頃新たにというか、もちろん新たになんですが、オープンしましたね。はい。とてもなんて言いましょうか、今までに見たことのないような車のディーラーだなという印象なんですけれども、はい、まずこの DS っていうその、まあ、ブランドの、その特徴といいましょうか、まあ、イメージといいましょうか、どういったものなんですかね。はい、まあ、ブランドの、まあ、コンセプトという、ね、はい、部分でいくと、まあ、スピリット・オブ・アバンギャルドっていうですね、そういうキャッチフレーズがありまして、はい、まあ、とにかくアバンギャルド、すなわち前衛的な、前に出るっていうね、うん、まあ、そういうイメージで作ってます、うん、ですので、まあ、他にないようなね、部分をとにかくデザインだとか、考えたとかっていうところでね、出していけるっていうところをね、思想として、はい、打ち出してる、そんなブランドでございます。うん、壁に革とかちょっとなんか飾ってあったりするのも、あれもなんか随分他にはないような印象的ですし、そうですね、店内を見ても、DS の、まあ、これ DS モノグラムっていう名前だったと思いますが、はい、まあ、D と S がデザインされたものがずらっとこう並んでいるようなところとか見ても本当に随分こだわってますし前衛的だなっていう印象はありますが、はい、今まではと言いましょうか、まあ、シトロエンの中のDS ラインだったじゃないですか、はい、これがまあ独立したっていうのはやっぱりそのもう今までのシトロエンとは違って DS というのはプレミアムブランドなんだよっていう考えっていうことなんですかね。そうですね、もともとそういうね、意識づけで、考えられたようなところがありましたね、はい、ですのであえて、まあ、フランス社である、シトロエン、まあ、プジョーだとかありますけども、うんうんうん、そこをあえてですね、パリ発という形でこだわって、うん、よりそのパリのおしゃれなイメージ、うん、まあ、その、まあ、高級なイメージですかね、シャンゼリゼ通りだと、はい、まあ、いう、まあ、そういうですね、プレミアム感をより打ち出していきたいというところをですね、うん、まあ、メーカーとしては、まあ、位置づけて、はい、ですからプジョーだとかシトロエンだとかっていうよりも、まあ、一番上に上げてっていうところをですね、より確立していきたいというところがね、コンセプト、まあ、考えの中にあるようですね、はい、うん、ということは、まあ、シトロエンとかプジョーはフランス全体だけども、はい、もう DS というのはパリでより都会的で前衛的でっていう、はい、ちょっと違いますよという感じなんですね。はい、まあ、それをまあ店内見ても、まあ、確かにそうだなっていう、田舎臭いとこはないなっていう感じがしますね。まあ、幸いにしてここも瑞穂区の随分街中にお店が建っていて、はい、実はこのお店の前には地下鉄の出入り口がすぐあるという面白い立地ですね。でもこういう立地だからかなんか分かりませんが、車でいらっしゃらないお客さんも多いということですね。そうなんです。私もね、長くやらさせていただいてますけども、それこそ徒歩でね、お越しいただくっていうお客さんも非常に多くて、はいはい、でしかも皆様ね、身なりもきれいにしていただいて、まあ、車いわゆるね、何かを欲しくてっていうわけじゃなくて、はい、とにかくこの新しいブランドってどんなものなのかっていうところを ね、感じていただく、まあ、感じたく来ていただいてる方が非常に多く見受けられますね。実際に、まあ、私たち車好きは、まあ、DS っていうのは知ってるわけですけれども、はい、実際に来られた方っていうのは何もこうご存じない方っていうのはシトロエンから派生したものとかいうこと も全くご存じない方が多いですかね。そうですね、半分ぐらいの方は全くご存じない方っていうのは多いですね。ね、いや、この本当 DS、 私お店入ってそのもうなんかこうすごく高級で豪華でギラギラしてるのかなと思ったらそうじゃないっていうのも面白いところですし、まあピンク色なのか何とも難しい色なんですが、これが店内にそこかしこにちょっとアクセントとして入ってるっていうのはユニークですし、おしゃれ感を出してるなっていうのは思いましたね。
で今 DS10 で扱っている車は、まあ、3車種という考えでいいですかね。はい、そうなります。DS3、DS4、はい、DS5 のですね、3車種ですね、はいはい、で DS3 にはカブリオ、はい、で DS4 には、まあ、あれは SUV って言っていいんですかね。そうですね、はい、クロスバックという車がありますね、はい。でまあ、最近特に注目してもらいたいというのはやっぱりディーゼルエンジンの車でしょうか、はいはい。今ディーゼルエンジン搭載しているのは DS4 と DS5 です、はい、2種類です。 DS4 はクロスバックじゃないものにもディーゼルはあるんでしたっけ。そうです、はい、ああそうですか。そういった車がまあディーゼルで、まあ、私も先ほど、まあ、いずれゴーカーチャンネルでもこの DS5 は先ほど試乗しましたから、はい、ディーゼルエンジンのものをご紹介したいと思うんですけれども、大変いい感じでしたね。プジョシトレンのディーゼルは本当に私も結構惚れ込んでるところがありますのでね、これはまた車はまた別の機会でお話したいと思うんですが、池田さんはもうこのプジョシトレン何年ぐらいこう関わり合いが多いですか。はい、今年の5月で21年目に突入しましたね。はい、もうちょうど5月で21年に突入されたんですね。はい、突入したと同時に新ブランド DS、はい、いいですね。どうですか今の心境としては。もう本当に新しいブランド、今までも DS シトロエンで扱ってましたけど、はい、なんか本当に新しい気持ちで、うん、本当に取り組めて、はい、非常にワクワク、してるのが本当に本音ですね。うん、はい、いやこのお店の雰囲気もね、本当こう新鮮ですしワクワク、私も今日初めて来たんですけど、もうちょっと早く来たかったんですけどねワクワクしています。池田さんは、まあ、今までプジョーシトレーンありましたけど、まあ、DS の中で個人的なお好みでいいですけど何が一番好きですか。はい、小型の車が、ね、前から好きなの で、はい、でまあ、マニュアルも好きなので、ね、はい、まあ、スポーツ DS3 のスポーツシックが、ええ、まあ、一番個人的な好みとしてはあります、ね、マニュアルの、はいはい、ですね。私もね個人的にちょっと前までシトロエンの頃の DS3 のカブリオのスポーツシック乗ってましたから、はい、走りの楽しさとか足回りのしなやかさはとてもいい車でしたので、本当にそれがね多分今のはさらに熟成が進んでると思いますから、とても私も気になっているところではありますけれどもね。DS のこのお店は、まあ、全国でこのあと7店舗ぐらいオープンするっていう話をちらっと聞いたんですけれども、はい、でもやっぱこの2店舗目のお店、これぐらいしっかりしたお店で、もう今日本で DS1000 売店っていうのは本当ここだけ、ここと、まあ、もう一つあると思うんですが、はい、愛知県よりも東側だったらもうここしかないわけですよね。そうですね。ということで本当にご注目いただきたいと思いますね。はい、何か最後ご覧いただいている方にアピールとはございますか。そうですね、やはり、まあ、DS と聞いてね皆様なかなかピンとくる方は少ない、ね、はい、とは思うんですが、やはりまずねここの店をご覧いただきたい、はい、そうですね、本当にこの雰囲気、今までにない雰囲気をねぜひ皆様に体感いただいて、今までもしね、見たことがあってもこの中で見る DS 全然違いますので、ね、うん、そうですね、ぜひねこの、イメージをね皆さんに見ていただいて、良さをね、はい、すごく感じていただきたいなとは思って、ね、そうですね、車以外にもグッズがたくさん売っていて、ね、はい、このグッズももちろんご購入いただけるようになってますから、こういうのをちらっと身につけるのもおしゃれかもしれませんね。今日は池田さんありがとうございました。ありがとうございました。DS ストア名古屋をお送りいたしました。